本日はこちらのゲーム、北斗の拳レジェンズリバイブやっていきますと、辰巳鉄心、まあ今日までで、まあちょっとガチャ回していこうかなという感じですね。まあもう皆さん取られてるとは思うんですけど、鉄心の方。ちょっとね、提供割合からちょっと見ていきましょうか。まあボーナス枠はいつも通り 20% で出現して、ウルレア禁止が 32.4% と。で、鉄心が 8.4% で出るということですね。まあ、あとのキャラはまあ特に必要ないかなと。で、まあ、霞鉄心、まあもう取ったけどちょっと育成迷ってる方とか、まあ霞鉄心取ってまあもう育成した方とか、まあいろいろいるとは思うんですけど、まあ、ロフがね、もしね、取ってない方いてたら、鉄心行ってもいいかなっていう感じですけどね。まあまあ、パーティーによるんですけど、まあちょっと、鉄心完引きしていこうかなっていう感じですね。さあ行きましょうか。まあ、鉄心がね、その、もうちょっとね、火力が出たら、まあ、大体値なんで、まあ、ちょっと何とも言えないんですけど、あとね、北斗か、今後北斗か目指す方は、ちょっと鉄心、まあ、取ってた方がいいんじゃないかなと。まあ、今来てる、その、カスミとセットで、ま、使う感じですかね。鉄心を、ま、使っていこうっていう方は。まあ、あと、このね、鉄心っていうキャラが好きな人は、ま、育成していいと思います。まあ、なんとよりで固めたいなら、ま、6でも全然。いいかなっていう感じです。あと、ユニオンバトルが始まるんで、まあ、ユニバトとかでも鉄心使えると思いますけど。まあ、今後ね、北斗のキャラが出てきたときに、どれだけ残れるかと。まあ、現状ね、枠がなかなかちょっとないっていうね、パーティーにぶち込むにしても、まあ、誰外すの問題もありますから、ね。まあでも、運よく引けた方は、まあ、鉄心のね、代わりになるキャラがいないんであれば、まあ、育成してもいいんじゃないかなと。まあ、自分はまあ、キャラは揃ってるんで、ちょっとゲットしていこうかなと。まあ、今後ね、鉄心使うかもしれないんで、ここはちょっと取っておこうかなと。あ、ちなみに今日までで無料で、まあ、チャリはしたんですけど、ちょっと出なかったっすね。リバイブ！グループボーナス解放！はい。ということでね。鉄心ね、北斗百裂拳、まあ、かなりかっこいいと思うんで、まあ、鉄心好きなら育成、まあ、個人的にも結構好きなんですけどね。
まあ、かっこいいじゃないですか。ただもうね、コラボの3体目のキャラとかも、まあ、もうすぐ来ると思うんでね、ガチャ。まあ、鉄心取ったけど、ちょっと育成迷ってるって方は、もうちょっと様子見てからでもいいかもしれないですね。まあでも、あとユニバトでもうガンガンね、ちょっと使っていきたいっていう方は、まあ、育成して、ユニバトとかで掘り込んでもいいですよね。まあ、あと北斗パスですよね。あと北斗パで、まあ、がっちり固めたいって言うんだったら、まあ、鉄心使って遊ぶのもね、面白いとは思うんですけどね。まあまあもう今日まででもうガチャももう終わりなんで、まあ取ってる方はもう取ってるでしょうし、まあ復刻でいいかなっていう方はもう復刻になってるんでしょうね。まあまあそんな感じで、まあ結構早く引けた感じでしたね。まあ、よかったと思います。まあ、またね、3体目ですかね。3体目ちょっとまだ何来るか現時点ではわかんないんですけど、またね、ちょっと、まあ、必ず、キャラはガチャってるんで、ちょっと引いていこうかな、という感じです。まあ、そしたら本日はこの辺にしておきましょうか。まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた、1% で出現して、ウルレア禁止が 32.4% と。で、鉄心が 8.4% で出るということですね。まあ、あとのキャラは、まあ、特に必要ないかなと。で、まあ、かすみ鉄心、まあ、もう取ったけど、ちょっと育成迷ってる方とか、まあ、かすみ鉄心取って、まあ、もう育成した方とか、まあ、いろいろいるとは思うんですけど、まあ、ロフがね、もしね、取ってない方いてたら、鉄心行ってもいいかなっていう感じですけどね。まあまあパーティーによるんですけど、まあちょっと鉄心完引きしていこうかなっていう感じですね。さあ行きましょうか。まあ鉄心がね、その、もうちょっとね、火力が出たら、まあ大体となんで、まあちょっとなんとも言えないんですけど、あとね、北斗パ、今後北斗パ目指す方は、ちょっと鉄心、まあ、取ってた方がいいんじゃないかなと。まあ、今来てるそのカスミとセットでも使う感じですかね。鉄心を、まあ、使っていこうっていう方は。まあ、あと、このね、鉄心というキャラが好きな人は、まあ、育成していいと思います。まあ、なんとよりで固めたいなら、まあ、6でも全然、いいかなっていう感じですね。あと、ユニオンバトルが始まるんで、まあ、ユニバトとかでも、鉄心使えると思いますけど。まあ、今後ね、北斗の、キャラが、出てきた時に、鉄心がどれだけ残れるかと。ちょっとないっていうね、パーティーにぶち込むにしても、まあ、誰外すの問題もありますからね。まあでも運よく引けた方は、まあ、鉄心のね代わりになるキャラがいないんであれば、まあ育成してもいいんじゃないかなと。自分はまあキャラは
揃ってるんで。ちょっとゲットしていこうかなと。まあ今後ね、鉄心使うかもしれないんで、ここはちょっと取っておこうかなと。あ、ちなみに今日までで無料でまあ詐欺はしたんですけど、ちょっと出なかったっすね。リバイブ！グループボーナス解放！はい。ということでね、鉄心ね、北斗百裂拳、まあ、かなりかっこいいと思うんで、まあ、鉄心好きなら育成、まあ、個人的にも結構好きなんですけどね。まあ、かっこいいじゃないですか。ただもうね、コラボの3体目のキャラとかも、まあ、もうすぐ来ると思うんでね、ガチャ。まあ、鉄心取ったけど、ちょっと育成迷ってるって方は、もうちょっと様子見てからでもいいかもしれないですね。まあでも、あとユニバトでもうガンガンね、ちょっと使っていきたいっていう方は、まあ、育成して、ユニバトとかで掘り込んでもいいですよね。あと、北斗パっすよね。あと、北斗パで、まあ、がっちり固めたいって言うんだったら、まあ、鉄心使って遊ぶのもね、面白いとは思うんですけどね。まあまあ、もう、今日まででもう、ガチャももう終わりなんで、まあ、取ってる方はもう取ってるでしょうし、まあ、復刻でいいかなっていう方はもう復刻になってるんでしょうね。まあまあ、そんな感じで、まあ結構、早く引けた感じでしたね。まあ、よかったと思います。まあ、またね、3体目ですかね。3体目ちょっとまだ何来るか、現時点ではわかんないんですけど、またね、ちょっと、まあ、必ずキャラはガチャってるんで、ちょっと引いていこうかなという感じです。まあ、そしたら本日はこの辺にしておきましょうか。まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。